はい、こんにちは。炎のほくらを探しに行きますか。どうもコメントでは、俺、炎のほくら行ったことあるらしいんよね。気づかんやったけど。ということは、行ったことあるほくらをしらみつぶしに回れば見つかるやんって話で。でさ、アリフガルドで復活の呪文を聞いたので、今ここ、賢者の、おるとこにいるんですけど、ここからいろんな祠にワープできるワープゾーンの島に行ったら効率よく回れるんじゃないかなと思ってですね。あ、一応ここでも、やまびこの杖使います。ダメやね。で、ここでも吹いてみるか。てる、え、もう見つけた？え、ここの近くにあるってこと？どういうこと？炎に効く？え、どういうこと？間違えた間違えた。そっちに行くつもりはない。ちょっと待てちょっと待て。落ち着け落ち着け。こ、いや、そりゃいい。あ、なんか、エンカウントしちゃった。いや、こんな早く見つかると思わんやった。ちょっと展開が早すぎてからちょっと混乱してるんだが。防御。とりあえずこいつを倒してから戻るか。ここで帰ってきたよね、やまびこ。一回入った先とか、どうなんやろ。道具のやまびこの笛。うん。ここか。こいつは話したもんな。調べる？多分コメントもらった感じでは、ここがね、その炎の祠じゃないかなって思ってるんやけど、炎の祠も行ったことありますよって教えてもらったからね。で、こんな狭いところ、あ！あれ？違うの？びっくりした。そっち側からどっかに行けるんかと思った。こっから上。あー、そういうこと。そういうことってどういうこと？ちょっと待って、落ち着け落ち着け。ここの外周。左側はすぐ外に出るけど、右側は外にすぐ出ないんですよね。なんか関係あるんかな？そこも含めて足元探すか。まずはこの建物の中。地味やな。地味な動画やな。初めて俺の動画見た人どう思うんやろな、これ。ドラクエ2を知らず、しかも、俺の動画を初めて見た人、あいつ何やっとるんや、みたいな。建物の中はなさそうですね。ちょっとこっち側はね、これ以上進んだら外に出るから、ここで調べる。見つからない。何もない。外に出てから笛吹いたらどうなるんやろ。
強さじゃない。やまびこの笛帰ってくるね。どこまで歩けるんやろ。何もない。そんな地面に落ちとるようなもんなのか、紋章って。ここより上、あっそう、こんなとこにあんの。マジ、これマジで笛吹きまくらんとわからんな、これ。見つかったわ。太陽。確かにね、この祠炎あるわ。今更やけど。はぁ、あ、やっと見つけた。あれ船、あ、船、あ、アレフガルドか。いやー、これわからんわ。で、太陽の石、石じゃなかった。太陽の石なんだ。ポケモンか？太陽の紋章を見つけて、次どうするんやろ。何やったっけなぁ。わからん。なんかザハンの人なんか言いよったよね。あれ太陽の紋章じゃなくて水の紋章やったっけ。あの島の周りの海をあの干潮にしてから島を出現させるみたいなこと言ってなかったっけ。なんか言ったよな。逃げるか。いやー、自由度高すぎてからな。どうしよっかな。まあ、とりあえずね。なんだったっけ。復活の呪文聞きに行くけど、今から。どうしよう。紋章は今3つ、あと2つ。ザハンの人なんて言ったかな。ちょっとザハンに行って聞いてみようかな。やっと着いた。うん、もう一回話して。月のかけら。月の紋章じゃないのか。紋章は持ってるけどな。確かこっちの人も似たようなこと言いよった気がする。はいはい。月のかけら？紋章じゃないのか。月のかけらがなんだって話はしてる人いなかったよね。処理落ちが。あー、ルークは生きてるよ、大丈夫。あ、この上行けるな、そういえば。行ってみるか。この人はなんて言うっけ。はいはいはい、災いね。で、トラマナを忘れずに。前回えらいことになったからな。で、牢屋の鍵。これは？聖なる織機。はい。あれか。なんだったっけ。ちょっと前に探しに行った。雨露の糸を織るやつじゃないかな。おそらく。
やばいぞ。こっち側は？牢屋の鍵。おい。ダミーかよ。謎が増えたな。月のかけらってなんや。ねえ、水門の鍵を使う場所もわからんしな。水門。水門の鍵、水門の鍵。月のかけら。わかんねえ。月のかけらってなんや。月の紋章とは違うんか。ねえ、月の紋章は持ってるけど。わかんねえ。あ、そうだ。一個、行きそびれとった。ワープゾーンがあってから。そこに行こうかな。